子どもの頃から絵を描くのは好きだったんであの絵を描いたりとかなんか小さい手芸とかそういうの大好きで物を作るのはもともと好きだったんですけど何だろう何歳ぐらいまあ小さい時に多分小学校入る前ぐらいかなですねえっとなんか家にあった三,つ三菱銀行ですよね当時の銀行が出してるなんかこうちょっとプリントあの近代 絵画名画をあのプリントしたようなカレンダーじゃないんですけど印刷物のセットがあってなんかピカソとかモネとかルノワールとかそういった名画がプリントされたあの印刷のセットがあってそれを見るのがすごい好きだったんですね。でそれがなんか多分あの私が一番最初にその美術近代美術っていうものに触れた一番最初の体験だったように思います。 えっとまあ、今回の展覧会の裏「裏側からの越境」っていうタイトルなんですけれどもこれは、えー、私があの16年間アメリカに暮らしてたっていう自分が外国人としてあの外国に暮らしてたっていう経験がまずあのベースにありまして私のステータスはあのパーマネントレジデントっていってあの市民ではなかったので市民じゃない人があの市民じゃないからこそあの分かった。 経験というか見えるものっていうのが自分の中ですごくあってでそれを経てやっぱり何かあの自分がその外国人という立場でえその土地のまあ私の場合はアメリカですよねアメリカのアートヒストリーだとかそういったことにうまくこうフィットできないというかなんか外側で外側にいるからこそ見えた風景っていうのが まあそれをあの16年くらい住んであの結構向こうでこう出会ったアーティストの中で私がとってもやっぱりレジデンスとかそういうところに行っていろんな国から来てる人に会うんですけれどもやっぱりそのアフリカだとかあの南米とか 中東とかやっぱり非西洋圏のアーティストたちにすごくあのアジアもそうですねアジアもそうですし教えられることがすごく大きくて自分のルーツみたたいななことを考えるよようになったんですよねそれを経てあのアメリカにいた外国人としての自分の経験っていうのをもう一回相対化したいと思ってアジアに戻るっていうふうに決めて日本に戻ってきたんですが。あの それ、日本に戻ってきてから、あの文化庁の女性で香港に1年間、そのアジア美術っていうことを勉強しに行きました。私はあの大学で版画を勉強して、あの政策を始めたんですけれども、直接的に版画をやってたわけではないんですね。というよりはもう少しあの版画の考え方ですよね。レイヤーとして分けるとかあと。 線が画面に現れるまでにすごい工程があって反転していくみたいなことが考え方としてとってもあの好きでそれ,それをベースに制作をしてたんですがその香港で版画っていうものに出会い直してあとは私のなんだろうそのアメリカでの経験をもう一回相対化する軸みたいなものをアジアっていうところに見いだしてでその2つが込められています。正面から いくくじゃなくてなてんとなくその何かメインストリームみたいなものがある中でそこから出てきたも人じゃない人間として裏側からどうやってあのそういったことを相対化していけるのかなっていうこととあとはそうですね版画のプロセスの中で直接こうイメージが見れないっていうのもあのすごく私は面白いと思っていて。で その特性を使って今回あのこういうタイトルの展覧会を、はい、作りました。 じゃあ最初入ってすぐにあるビデオ作品とあの入り口にちょっとしたライトブックスの作品があるんですが、えー、この作品は「えー、This is a Mirror After カムニッツ a という作品で、えー、2チャンネルのビデオ作品ビデオインンスタレーションになりますで作品が撮られて撮影してる場所っていうのは私があの藤沢に日本に戻ってきて藤沢市にあの今日定めるんですがあの引っ越してきて 結構すぐ散歩をする県内に、うん、あった大工さんのスタジオがあってでなんかすごく私は親近感を覚えたんですねそこを知ってるような感じがしてある時あのスタジオを自分で探さなきゃいけなくなってであの人がいたので聞いてみたらそこにスタジオを借りれることになってでそのスタジオで撮られたビデオです。あの森に隣接しているので 森というか林保護区なんですけど窓からすすごく木々が見えるんですねでその窓から見える木を写真に撮ったものを版にしてその窓に直接その版をセットアップして私がその裏側に立って版にシルクスクリーンなんですがシルクスクリーンの版にこうインクを与えるっていう動作をデジタルと裏側からはあの8ミリのフィルムで フィルムカメラで撮影したものを、あの同時に見せているっていうインスタレーションです。私はあの八ミリっていうのはね、初めてやったんですが。8ミリ自体も、もうメディアが結構。あのなくなる寸前というか。あの最後の、まあアジアで最後と言われている現像場ビジネスとしてやってるのが最後っていう意味だと思うんですが。現像場が禁止状にあるんですけど。そこがあの。移動、移転。 移転をするっていうので、クラファンを何年前かなに12年前にやってたんですね。で、まあその時は私はあの別に 8mm で作品を作ろうとは思,思ってなかったんですが、8mm がすごく、あの見るの見て綺麗だなっていうふうに思ってたのと。あとまあ。面白そうだなっていう単純な興味でフィルムを1本買うんですね。うんでそこから始まっています。うんで。 そのプロセスの中で同じ動作をデジタルと 8mm で撮った時に編集の時に気が付くんですが 8mm の時時間間とデジタルののは合わないんですね。8ミリの方が、えー、っと早く進んでいってしまう、うん、っていうのがあってで私は生は、まあ、素人なのであの知ってる人になこれはどういうことなんでしょうって聞いたらやっぱりその 8mm っていうのは空を通せツ制御されてる。 一部の高級カメラ以外は時間が結構適当なんだよっていうことを教えていただいて、でそのメディアごとに時間があるっていうことに関しても私はすごくあの面白いなと思ったんですよね。うん、まあ、普段私たちはなんかこう時計の時間っていうのが何かメインのあの。 ものっていうか正しいものだと思ってあの全て動いてるんですけれどもそのメディアごとに違う時間があるっていうこともこの制作のプロセスの中で教えられたことだしそうですねそ,そういう感じで、うん、あ,のあとはだからこの作品に関しては私はあんまりコントロールをしようとしていなくって音に関しても。 もう普段聞こえるスタジオで聞こえてくる音隣にいるお仕事しているあの鉄の,あの作家さんたちがいるんですがあのその方たちの作業音とかあとは森の音ですよね鳥とか風とかあと飛行機あの自衛隊の飛行機がこの辺は結構飛ぶんですがその音とかそういったものもあの私がコントロールせずに。 消さずにに入れたままにしています。はい、でこの作品自体があの、えー、コンセプチュアルアーティストのルイス・カムニッツァーさんっていう人の作品のオマージュになっていましてでその香港で読んだ版画のこうセオリーの中に あのルイスさんが書いたあの版画とコロニアリズムっていうのをちょっと結びつけたようなち短い論文みたいなものがありましてそれ私すごく心に響いてでルイス・カムニッツァさんっていう人はあのコンセプチャルアートのとても大御所なんですけれども元は版画家の人なんですよね。で、まあ、そのルイスさんの考察の中であの版画家がなんだろう 技術原理主義に陥りやすいっていうことを言ってましてまあそれはあの、まあ、日本もすごく工芸から歴史が美術の歴史が来ている国なのであの私とかもあの短大とかで教えてい,たいてそういうふうにすごく技術変調になりやすいっていうのはすごく感じていることででルイスさんはその論文の中で。 技術,技術を鍛錬することによって自分自身を定義することはあのコンセプチャルには間違ってるっていうことを言ってるんですね。でそれは彼が多分コンセプチャアルアートに転身したあの一つの,あのなんて問題意識の一つだったと思うんですがあの最初の,そのルイスさんが版画家からコンセプチャアルアートに転身する一番最初の作品が「This is a Mirror」 っていうあの言葉の作品があるんですが今回その作品を「えー、リトーンセンテンス」っていう書かれた言葉ですっていうのを「プリンティットセンテンス」印刷された言葉ですっていうふうに改変してでそれをあの版にして版画の作品としてまあビデオですけどあの再現してるんですね。 でそれはあのルイスさんが版画家からコンセプチュアルアートに転身したっていうことの逆トレースを逆に行っているっていうことであの現代に版画版画というオールドメディアがどういうふうにあの現代に刷新できるのかなっていう私の課題と並行しています。 2つ目の部屋あの障子がこうたくさんあの組み合わされて作られているインスタレーションなんですけどこれは「印刷の風景」っていう作品で,で最初にお話ししたように私の,その美術体験っていうのがそもそも印刷だったっていうことで。あの 印刷っていうのはすごく自分にとって重要ななメディアなんですよねというか自分を形作ったと言ってもいいほど本とかそういったものからあの間接的に知ることが多かったので美術のこととかに関しても。でこの,そのこの作品はあのカレンダーですね私は76年に生まれているんですがカレンダーをあのオークションとかで集めていってでそれをシルクスクリーンにしたものを障子に貼って。 あの一つのストラクチャーーににししててレイヤーにして見せるっていうものでもまあ印刷さっきあの8ミリの時間の話をしましたけど印刷物の中にも私は時間それ独自の時間と空間があると思っていてそれをそういうものをこうこ規定にしてあの制作をしているので何か印刷物でしかこう。 体験できない経験できない時間だとか空間だとかその経験自体をあの作品に翻訳したいっていうのが結構私の,あの制作の規定にあるあのことでしてこの作品は、えー、障子っていうその建築のフレームを使ってあの印,刷の印刷物の中にある時間時間っていうものを ちょっっとと再現してみようと思った作品です。で、これらは水平にあの開閉してあの歩くとどんどん視点が変わるようにできているんですがあとはそうです、ね、真ん中にあのメタルハライドライトというあの強いあのライトが仕込まれていてこれはあのシルクスクリーンの観光器とかに使われるようなライトなんですが。 それを仕込むことによってこう印刷物の裏と表が同時に見えるようにしています。というのは私はなんか印刷物っていうのは裏と表っていうのは同時に見えたらいけないものなんですけれどもあの私はなんかその版画の面白さっていうことに限って言うとあの一つのイメージを解体することにすごく面白さを感じていてでそれを 通常の版画だったらそれをまた一つのイメージに再構成するというかこう戻っていくんですけれどもちょっとそのイメージの解体の面白さっていうのを裏と表をこう光を透過することによって同時に見せるっていう構造によってあの再現しようかなというはい作品です。 はい、2017年にインスタレーションとしてはあの見せてる作品なんですがゴミ、えー、のなんだろう、えー、プロジェクトを始めるんです2014年ぐらいから始めていてでそれはやっぱりその背景にあるのはこうアメリカに暮らしていてやっぱりなんか一つ相いれないこう考え方というか向こうの,あのもうキリスト教美術をベースにした美術の流れの中で何か ちょっと私はわからないなっていうの本当に素で最後までわからなかったアイデアの中にやっぱり自分っていうものが一つで唯一性というか自分が一つであり作品が一つであるっていうことだったんですね。なので多分その道にこうなんだろう誰にもコントロールされることなく散らかってるゴミっていうことに何か自己の複製複数性みたいなものを見てそういったゴミっていうものに注目 するようになりましたでこの作品は、えー、2015年からの5月から、えー、2016年の4月まで1年間のプロジェクトだったんですが、えー、最初はあのー、韓国に3か月レジデンシーに行,くことに行けることになってその時に、あのー、そのゴミのプロジェクトと違うことをやっていてそれを、あのー、もう少し発展させようと思って行ったんですが。 何かあの違う場所に行って一人で暮らし,暮らしてあのスタジオが広くてとか思った時に何か自分の中でただすごく単純な疑問みたいなものがじゃあ一日私ど,どれぐらいのゴミを出してるのかなみたいな普通の一人間として思ってたことをあのあじゃあこの機会にちょっと見てみようと思ったんですね。 でその自分が一日に出すゴミをこう日付ごとに取っておいてあの最初はそれを1週間ぐらい取っておいてただそれだけだったんですけど、まあ、なんかある時に、まあ、なんかこれ適当に組み合わせてこう立体みたいなもう適当に組み合わせてなんかなんか立体みたいにしてみようって思ったんですね。でそれをやってみてみ でその当時はあのチェキっていうポラロイド小さいポラロイドのカメラであのそれを記録して90日のプロジェクトとして完結したんですがなんかその観察するっていうことが面白くて自分が自分の消費してるっていう行為を観察するということとかあとはあの自分が素材を選べない状況であのじゃあ サランランップはどういうふういいいにししたたら美しいのかとかそういったこととそっこを考えるだから自分のビジョンに合わせて素材を変えるとか選ぶんじゃなくって、まあ、素材が何か私が一消費者として日々選んで消費している素材っていうものを使って何か自分の見方自体を変えようっていうようなプロジェクトだったのでちょっと帰ってからも続けようと思って結局1年続けました。で そうですね最後の方は最初はあのゴミの何をあの自分がそのゴミの内容物みたいなものを記録してたんですが最後の方はその自分がどこにいたのかとか誰と一緒に過ごしたのかとかいうことも記録していって最終的になんかその一日あの日記みたいに印象に残ったことをタイトルにしてで その作品を誰かにデディケイト捧げますみたいなことも勝手にやったんですよね。うん、でその観察がすごく面白くてその一緒にあの時間を過ごしてる人っていうのは結構あの私当時アルバイトしていたあの装飾の,あの店内装飾の,あの壁紙とかを作る仕事だったんでその同僚がほとんどなんですよね。で 私はなんかその仕事と制作ってすごく分けてたんですけどその同僚自分の友達とかではないですよねただなんかその偶然そこにあの同じ会社にいてあの同じ時間を過ごす人っていう人たちにあのが観客私の観客になりうるっていうことに気が付いたっていうのがあの結構自分の中でこのプロジェクトやって。 すです。はい、シリーズは「路望のピクニック」っていうシリーズは、えー、ニューヨークに住んでた頃から2014年から始まってるんですがその時に私が住んでる場所でゴミを拾ってそれを作品化するみたいなことをあのやってました。ででこれは、えー、藤沢バ,ーれ藤沢バージョンで、えー、私があの 借りているスタジオの周りの森みたいな森になってるんですけどそこって結構あのそんなに人がいないのでゴミをあのまあ歴史的にも結構組織的に不法投棄が行われてたような場所で,で今も結構ゴミをあの外から捨てに来 <laughs> る人がいるような場所なんですよ。粗大ゴミ捨てられてたりとかあととかかあは食べ物のゴミとかもこう 投げて捨てて捨られてるんですよねでそ,そこを私一往復してあの本当にただゴミを拾う人みたいな感じでトングとあのゴミ袋持って一往復すると結構なゴミ集まるんですがそのゴミを、えー、でその辺に切られた竹とかそういう小枝なんかも落ちてるのでそういうのをこう地面に刺してその上にゴミをくっつけてゴミをちょっと地面から浮かせる。 みたいなことをして、でそれを写真に撮ったものをライトボックスにあのつけて作品にするというプロジェクトです。でこれもあの展覧会のタイトルとか関わるんですが、何かあの私が別にゴミをき拾って綺麗にしようと思ってゴミをひ拾ってるわけではなくて、あの結果的にはその ゴミはなくなってきれいになってるんですけれども、あの作品をただ作ろうという意識で、いわば利己的な感じで意識でゴミを拾ってるんですね。でもなんかそれがこう傍から見るとというか、まあ最終的にはなんかただのいいことをしてる人みたいに見えるっていうのもなんかその面白いなというか。 裏側から入っていってなんかいいことをしましたみたいな感じに完結するのもちょっと面白いなと思ってはいそういったプロジェクトです最後一番最後あの突き当たり廊下の突き当たりにある「ワーカーズ・ソング」という作品なんですけれどもこれはあの今回市の施設で 制作でで、きるということでちょっと前々から興味があったゴミ処理場を見せてもらえないかなという下心で言ったらあの見せていただけたので今回あの3つ辻さ、うんに3つあるゴミ処理場を訪ねた中で品坂っていうゴミを焼却する施設ですよね、うん、そこが私は一番何て言うか。 心に残ったというか特にその中であのモニターあのゴミをこう入れたりする場所とか燃やしてる状況を何か変なものが入ってないかっていうことだけをモニターするあのものすごく古いシステムがあるんですよね。もう電波で飛ばしてるんじゃなくてものすごい数のケーブルでカメラとあのモニターがつながれていてでそれをあの監視員の人があの見る。 っていうあのそういう映像がありましてでその映像自体もすごく魅力的なんですよねちょっとな何なのかよくわからなかったりとかあとなんかやっぱりあんまり見たことがないような視点から <laughs> 見ているものだったりとかまあその映像自体の魅力とともになんかその映像って 記録されてるんですか?」とか聞いたらあんま記録というか保存、うん、保存はされていないっていうことで本当にそのカメラから来てケーブル通ってモニターに映る映像っていうのはその監視さんのお仕事されてる方の目に映ったらもうなくなっていく、うん、流れていく映像ででそのそれを使いたいっていうふうに言った時に「どこに許可を取ればいいですか?」みたいなことを聞いたんです。 ですけどまあ別に誰のそれは誰の所有のもとにもないみたいな話ででそれもすごくこういった本当に全てのイメージにコピーライトがつくようなあの時代においてものすごく珍しいと思ったしあの面白いと思ったんですねその映像のあり方が。あとはあのそういった 肉体労働身体を使って労働するっていうことに従事されてる人たちで私もあの肉体労働をずっとやってきてるんですねで今でもやってるんですけどやっぱりなんかその労働者っていうものが社会の中でどういうふうに扱われてるのかっていうのがあの自分の体験としてあの見てきているのでなんかそういう人たちに対する一種の何て言うか うん、祝福というとちょっとあれですけれどもなんかそういう身体を使って仕事をするっていう人たちに対する何か、うん、祝福のような気持ちであの作りました。で流れてる映像はその、えー、下に台があってその上に乗るとあの振動音楽が振動になって感じられるんですが。 えー、あれは EDM ですねあのダンスミュージックだからもともとはあのフロアをこうどんどん揺らすために作られた四通打ちビートの音楽なんですけれどもそういった音楽っていうのもなんか本当にどんどん聞き捨てられていくというか本当にドラッグのように元気を出すために聴かなんか流れていく流行とともに消え去っていくような音楽っていうのが少しその労働者 でその音音楽からさらさにあの重低音だけ取り出してるんですねウーハーにそのデバイスを直接つないで重低音だけを取り出して再生しているのであのその重低音というのがなんか社会の基盤であの仕事をしている労働者の人たちの存在に重ねられているというそういう作品です。 そうですね今回あの、えー、とアーティストの方からあの言わせていただくとノンプロフィットのの機会ってものすごく重要なんです、ね、まあ私にとってほ、まあ、他のアーティストもそうだと思うんですけど通常なんかあのその発表する場所っていくつかあるんですがなんかやっぱりその制約というかじゃあコマーシャルだと売らなきゃいけないしあの何か。 これをあげるからこれを <laughs> あの残してくださいみたいなリクエストがある時もあるしそういうのって意外とその制作のプロセスに私の場合はかなりダイレクトに影響してしまうのであの何でもやっていいですよっていう機会ノンプロフィットの機会っていうのはすごくあとレジデンシーですよねすごくありがたくてそれを使って結構作家はこう 自分のやりた本当にやりたいことをやってジャンプしていくっていうあのきっかけにもなると思うんですねあの実際になっていますしでだからそういう機会としてまずありとってもありがたかったっていうのとあとはあの市の施設なので、うん、やっぱりいろいろな方に作品があの目に触れる <laughs> 状況ってあるっていうのが。あの 意外とやっぱその場所のコンテキストによって観客っていうものも狭まってくるのでやっぱり基本的にあの興味がある人がミュージアムに行くしギャラリーに行くし、うん、でもそうじゃない人がなんか本当にそれこそ裏側から入ってくるみたいな状況が私はすごく面白かったです。はい、で皆さんなんか結構わからないなりに面白いと思ってくれたりとか。 そういうい反応がやっぱりすごく嬉ししかかったたとというかあの、うん、とっても私の糧になりまそうですね、まあ、作品を作っていくのは、まあ、作っていく <laughs> それはもう作っていくんですけどあとはあのやっぱり重要だなと思って,いくのはあ持っているのはやっぱ自分をどういうふうにどういう文脈の中に位置づけていくのかっていうことなのでやっぱりちょっと文章であの自分で 言っていくとかあとはあのアーカイブみたい本,本にそのゴミの作品もちゃんとしたプリントのセットとしてアーカ,アーカイブしたいと思ってるし本みたいな形にして、うん、そういうこともあの制作と一緒に今後ちょっと力を入れてやっていきたいなと思っています。